ディープ東京インパクト2022シックスラウンドニューピアホールで行われています。これから行われます戦いはディープフライ級1ラウンド5分2ラウンドで行われます。画面左ヒロト、そしてこちらが青いリストカラーの亀田一角です。ラウンド1、はい、さあ始まりました。まず中央を取っていったのは赤いリストヒロトになります。潜り込んでいこうとしたのは亀田。さあここはタックルに行こうというところですが、右手をかけていきましたヒロト。お互いにここまでプロ一戦して今年デビューしたばかりです。どちらもそのデビュー戦で敗北を喫していますが、さあギロチンチョークの形に入りましたヒロト。この体勢は宇田選手どうですか。そうですね、結構深く入っているようにも見えるんですけど、はい、まあ、表情を見る限りまだ余裕そうなので、はい、今回の試合一本で決めたいと思う、そう宣言していたのは今肘を落としています赤いリストカラーのヒロト。そして亀田一角も同じくしっかり仕留めると言ってこの試合に臨んでいます。そうですね、ケツ下クラッチ組めてるので、はい、両足を束ねたいですよね、まあ、片足でもいいんで足に引っ掛けて、そうですね、まず足を伸ばす、このままクラッチ腰に切り替えて上半身寝かしたいんですけど、はい、広津選手もそれをさせない。そうですね、ディフェンス、そうですね、できてますね、しっかり。左のパンチを放っていきますヒロト。ヒロトが所属しているユースキド本舗というと、やはり中村大輔も所属しているチームになります。そして一方の亀田一角、この金髪の選手ですが、亀田が所属しているのは今声が聞こえています大沢健二代表率いる和術研修会ハーツ。亀田選手は自分、はい、地元が一緒で、はい、アマチュアの頃あの一緒に練習しました。そうなんですね、はい、所属も一緒で、同じ階級ですもんね。そうですね、まあアマチュアの時は階級一つ上のバンタムでやってたんですけど、最近フライ級に落として、はい、今は階級一緒でやってますね。そうなんですね。今あの大沢健二代表からのですね、ボディクラッチしろという、そうですね、クラッチ外しちゃうと、はい、相手も多少ちょっとゆとりができちゃうんで、はい、もうちょっと上半身を上に上に持っていきたいです、ね、はい、逆にヒロト選手はもう肘打っちゃった、この頭の位置だと肘打てるで、はい、相手の右手を今封じながらパンチを放っていきます、はい、ヒロト、そして腕を取っていますが、亀田選手は頭の位置が低いですね、顎の下くらいまで頭を持ってくると、あ、はいはい、相手の背中つけれるかなと。なるほど、ちょっと攻めてるようで後手に回っちゃってる印象ですね、立ち上がっていこうというところですが、しかし腕を取っていますヒロト。そしてまた一旦離れました。さあ今度は右のストレート、右を差していきましたヒロト。すかさずパンチからさらには崩していきます。また今度はヒロトが相手を寝かしつけようというところです。ヒロト選手早いですね、おー、ナイス。ここでひっくり返しました。上になったのは亀田一角。ここで上体を起こしてパウンドのプレッシャーをかけたいですね、亀田選手は。さあ正対したところです。ただ足を絡めていったのがヒロト。ただまた立ち上がるかヒロト、膝蹴りを放っていきました。立ち上がりの際亀田左ストレートを出していきました。亀田はスイッチしています。このサウスポースタイルが左後ろに下がらせました。もったいないですね、あそこタックルじゃなくてもうちょっと打撃のプレスかけて、はい、組み付きへの切り替えが良かったんですけど、ちょっと、焦ったかなと今。そうですか、はい、さあ組みついて今度はケージに押し付けていこうとしているのは亀田一角の方です。頭の位置もそうですね、今、はい、頭の位置が顎の下来てるんで、はい、このまま相手の左手をまとめると、背中つくことができるんですけど、広田選手もしっかりそこ対策してますね。そうですね、でまたあの亀田がですね、相手の左手持ちましたね、手首、はい、リストを持っていきました。そしてまた立ち上がったところではありますが、一旦離れて左のミドルを放っていきました。広田前蹴りを放っていきます。亀田選手は打撃でもう少し勝負してもいいかなと思います、はい、左のストレート、
右から左キックです。さらにはフェイントもかけていこうという亀田。そしてタックルに行きます。ヒロト倒していきました。相手に尻餅をつかせました。そしてバックに回っていこうというところでしょうか。今立ちたいですね、今立ちたい。さあここからグラウンドの攻防になりますが、第1ラウンドが終わりました。ヒロト対亀田一角の一戦です。宇田選手の目にはこの第1ラウンドどう映りました？ちょっと難しいですね、亀田選手が攻めてたようには見えるんですけど、ヒロト選手がまあ全部しっかりディフェンスはできてたかなと思って、はい、テイクダウンの数もヒロト選手が勝ってて、はい、まあ、でも亀田選手も一発打撃当ててるんで、ちょっとジャッジも難しいところではあります、ね、このディープライ級の一戦ですが2ラウンド制で争われています。次が最終ラウンド、まあ、お互い取られてると思って、次のラウンド挑まないとどっちに触れてもおかしくない判定になりそうですね。勝てばどちらにとってもプロ初勝利ということになります。デビュー戦をそれぞれ落としてしまった2人、今日プロ2戦目を迎えています。ラウンド2ファイナルラウンド、さあファイナルラウンドを迎えました。サウスポースタイルは亀田、そして右を出していきました。ヒロト、ワンツースリー、フックも出していきます。しかしタックルに入っていこうというヒロト、亀田を崩していきます。そして上になっていこうというところです。さあ亀田選手は打撃はいいんですけど、やっぱちょっと打撃に偏りすぎたときに、テイクダウンへのディフェンスがちょっと甘いなっていう、はい、そこにつけ込まれてヒロト選手しっかりテイクダウン取ってるんで、ちょっと今試合を有利に進めてるなっていう印象ですね。確かに立った状態の攻防の中でタックルに積極的に入ってテイクダウンしているヒロトの方ですね。そうですね、相手が打ち気になったところでしっかりテイクダウン取れてるんで、はい、そしてケージ際の攻防です。頭をつけていきますヒロト、そこにまた肘を落としていこうとしました亀田一角。亀田選手は今立ちたいですね、相手も休んじゃうんで自分が休むと、はい、ここで立って打撃のプレスかけていきたいです。立ち上がろうとしています。立ち上がりました。さあそして前襟を放っていきましたヒロト、そして右のハイキックガードの上、そしてバックに回り込んでいこうというところですが、また低い姿勢から首ついてきましたヒロト。やっぱりあの打撃とタックルがそうですね、うまく融合できてるなって思う、亀田選手が打ち気になったところに全部入ってるんで、ちょっと誘われてるなっていう印象ですね、はい、ここででも頑張って立たないとこのままずるずる終わっちゃうんで、そうですね、やっぱ動き続けることが大事ですね、さあここは上を取ってきたのはヒロトの方です。打撃とタックルがうまく融合した形で、はい、テイクダウンを取っていきました。そして今度はガブっていくでしょうか。さあそしてお尻の下キャッチしてお尻をつかせました亀田一角です。ヒロト選手は金網背負ってるんですが、完全にテイク取り切れてない状態なんで、結構下の亀田選手が削られる展開になってるんで、はい、あんまそこにこだわりすぎずにスタンドに戻してもいいかなと思うんですけど、はい、難しいところですね、さあ右のパンチを放ってきました亀田。大沢代表は亀田に対して殴りに行けという指示を出しています。そうですね、はい、この展開だとずーずー終わっちゃうんで、もう立って殴るしかないと思うんですけど、はい、そして登れという指示が出てきました。もう一つ上に行けばしっかり制圧できるんですけど、はい、そうですね、さあここはミーのパンチを放っていきます。ここでパウンド打ちたいですね、そうですね、そうです、ミーのパンチ亀田一角、相手の足を両足で挟み込んでいますが、さあ立ち上がりました。さあ今度はどうするか、バックを取っています亀田一角。ただここは腰を落としていくヒロト、ヒロト選手はしっかり相手のクラッチを切りたいですね、残り1分半になりました。
お互い消耗してるんで、ここは気持ちの勝負だと思います。はい、また立ち上がります。腕を取っています。亀田の右腕を取っているヒロト。亀田選手はシングルレッグに切り替えてテイクダウンしてもいいかなと思います。首に手を回したヒロト、バックを取っています。亀田、残り間もなく1分になります。亀田選手はダメージが欲しいですね。組みついてはいくんですが、この後ダメージを相手に与えたいところではありますね。さあ、そして今ここでそうですね、もう殴るしかないです、ね。はい、ただ足をかけていきますが、左の拳を落としていきます。亀田一角、下から足を絡めていくヒロト。亀田選手は立った方がいいですね、立って上から真下にパウンドを落とすイメージで、はい、残り30秒です。左のパンチ、右のパンチ、さあヒロトの右足をキャッチしてそのままトップポジション。もうラスト20秒立ってパウンドしてほしいですね、はい、焦点を下から放っていきますヒロト。さあ亀田としては離れたいですね、状態を起こしたいですね。ただかなり状態がくっついた状態でパンチを放っています。試合終了です。試合終了、ただいまに判定に入ります。まあ、お互いにとって消耗戦にはなりましたけれども、宇田選手どうでした？いやー、ちょっと難しいですね、今の判定は。まあ、どっちに転んでもおかしくないかなっていう印象ですね、はい。まあ、しっかり攻めてたのは攻めてたんですけど、攻め切らさないヒロト選手、しっかりディフェンスもしていて、はい、まあ、なおかつでも亀田選手も前に出て前に出て自分からゲーム作ろうっていう意思は伝わったんで、はい、まあ、あとはジャッジがどこのポイントを取るかによって大きく分かれるんじゃないですかね。ヒロトと亀田一角の一戦、リープ東京インパクト2022シックスラウンド、本日の第2試合です。判定の結果をお伝えします。ジャッジ福田19対19、マスト判定赤ヒロト。ジャッジ永瀬19対19、マスト判定赤ヒロト。ジャッジ上松19対19マスト判定赤ヒロト。よってこの試合3対0をもちまして勝者赤コーナーヒロト。マスト判定3対0の判定勝利を収めたヒロトです。まあ、打撃からタックルに行く、そうですね、組み合わせ方も良かったですし、あそこのテイクダウンが、まあ、肝になったのかなと思いました。こちら敗れた亀田一角です。まあ、パウンドのシーンもそうですが、いいところもあったんですけれどもね。そうですね、自分から攻めてたところもあったんですけど、やっぱ攻め切らせなかったヒロト選手をジャッジは見たのかなっていう印象ですね。はい、そしてこちらは竜月堂本舗中村大輔です。フェザー級戦線で戦っているファイター、まあ、いわゆるこの UWF の遺伝子を受け継ぐ男ではありますけれどもね、はい、フライ級の若い選手でこれからの選手がいっぱい出てきて楽しみです。赤コーナーヒロト選手の勝利でございます。まあ、もしかしたら今後宇田選手にとってみれば対戦する相手になるかもしれないという。そうですね、まあ、今このフライ級戦線のディープトップ戦線で戦っているのが、はい、フライ級グランプリで宇田雄斗選手ですね。今度また12月に試合ありますもんね。そうですね、もう来月試合なんで自分もちょっと、はい、頑張らないといけないですね。